ふふ、長政様、知ってる？今将軍様が兄様を責めているらしいの。む、そうか。いつの間にか乱世も佳境へと至っていたのだな。それだけじゃないわ。秀吉様や徳川様も歯を唱えに来てるって。おお、徳川殿もか。それは楽しみだな。長政様、一たちはどうする？そうだな、やはり我ら京極浅井軍、兄者の剣として正義を遂行するとしよう。うん、頑張ろうね、長政様。行かなきゃ。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ、魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。兄者よ、この私浅井長政が義により助立する。兄様、一たちはもう兄様の敵じゃないわ。触れたか、いいもいいよ。愚かしくもなり果てを。この戦の勝者が天下に王手をかける、それは誰にも譲れない。みんなすごく殺気立ってる。怖いよ、長政様。案ずるな、一。貴様には私がついている。はい、長政様。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだな。あれはまさか、おいつだ。いや、しかし、心が壊れておるか。あれこそが無力の末よ、家康。いや、違うな、ハノト。おのずからあれは作り上げたのだ。野鳥のさえずりごとき、耳を傾くまでもなし。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。わしは本当に言葉を尽くしてきたか。いざという時に口をつぐみはしなかったか。秀吉様の偉大さなんて今さら俺が語るまでもないだろう。武士の名折れと呼ばれたくなくば、シャンとせよ。焼き払うのになんぞロープがあろうか。拳を天に掲げよ、我が豊臣に勝利あれ。まずは鳥ヶ巣が行く。おのおの、奴の泣きどころを見極めよ。よし、一、どちらがたくさん枯れるか競争だ。いいわ、もう疲れたな。皆の熱、この義手しかと感じているぞ。まともな勝負になればよいが。我が兵をいともたやすく、貴様できるな。我が生涯これ修羅場なり。拳で示すことこそわしの道だと思っていた。それだけでは足りないのかもしれない。みんなの思いを考えながら手を取り合うなど夢物語。今が好機ぞ、力で畳みかけるのだ。お任せを。恐れ多くも世の嘆きを欲するか。
中に。そんな顔をしないで。何もしないわ。聖の家具和式に酔うか。それは我がものぞ。お花が欲しいの。だから白化になって。皆の者、我らが魔王様を信じよう。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。国を滅ぼす貴様のような存在よ。こう焦って突出するな。相手方の思うつもぞ。やがために勝たんとするは愚かの極みぞ。見事だな。軍師として迎え入れたいくらいだ。見事だ。一、それでこそ私の妻。下天など小さき者ぞ、はびこる者も通に同じよ。過去であろうと、未来であろうと、我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を取り、我が力に屈せよ。たか弱気の象徴、己であるをやめし者よ。秀吉様は相変わらずお強いのね。でも一も一人じゃないから、弱くはないわ。失い壊れるのであれば望むべきではなかったのだ。愛を求めたがゆえに、お前は己自身すら失った。黙って聞いていれば、我が妻を侮辱するその言葉こそが悪と知るがいい。あの日々を知らないままでいるくらいなら、一は弱くてもよかったの。魔王よ、これもお前がもたらす病の一環よ。強き者を育てねば、こうした輩がはびこるのみだ。秀吉様、兄様を悪く言わないで。勝ち負けの拉違いに己が心を置けとは、我が師奥伝の言葉だったか。物足りぬという顔をしているな、友よ。隠さずともよい。世にはわかる。ほら、泣くな、イチ。私がそばにいるではないか。わかったわ。我が怒りの激しさを知れ。どうしてイチを大御殿と呼ぶの？どうして？我が拳の前にひれ伏すがいい。情などいらぬ、愛などいらぬ。一葉、お前は一体どこへ行く？わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう、たゆまぬ絆を。おお、久しいな、徳川殿。本田殿は元気にしているか？そうか、そういうことなのだな、お市殿。ああ、
とても元気だよ、長政殿。お市殿、わしはあなたの幸せを壊してしまうのかもしれないな。どうしたの徳川様、どうしてそんなに悲しそうに笑うの。相手が死してもなお手放さぬ絆、それはとても尊いものだ。だが今のあなたはそれでも一人な。おかしなことを言うものだな。私と市はこの通り、共にこの場にあるではないか。長政殿、わしが必ずやお市殿を送り届ける。だからそちらで共に幸せをつかんでくれ。威勢なき世の中、ひたすらにそれが欲しい。城を蝕む小虫どもが踏み潰してくれるわ。夜なケラクソン氏、第五天魔王が。兄様、一体何を言っているの。おのずから楽を生み出すことこそ気楽の本懐ぞ。夢幻に溺るる貴様にはうってつけよ。兄ちゃん、身内への言葉にしてはいささか辛辣に過ぎよう。兄ちゃんは常に高潔で器広く、妹にも密かに心砕く、そんな名君であったはずだ。貴様の理想など知らぬわ。死人の口まで借りてのざれ言はそれか愚昧よ。そう、最後まで一に縁ではくれないのね。いいわ、一には長政様がいるから。持たざる者よ、それを答えとするならば是非もなし。浅井備前の神長政、魔王の芋を目取りし者よ、物見二つの行く末に欲と生徒を叱るとする。その祝福ありがたく受けるとしよう。さようなら兄様。ほら泣くな市、私もそばにいるではないか。分かったわ。どうして制せざる者二つ、誇り物物よ。泣くな一、いずれ異なる世で分かり合える日も来よう。はい長政様、行く。世が望むは人々が限ろう熱き時代、
すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。世が与えるまでもなく、これほどの型を得ているとは。いや、見事だ。いささか焼けるな。将軍様、あなたに称えられても一部喜べません。キレさえいなければ兄者と敵対せずとも済んだのだ。そうか、その方はマリアの敬類だった。ならばその方が望むまま重き無念を晴らすがよい。行くぞ一。望まぬ戦を強いる恐怖に火の鉄槌を下すのだ。はい、長政様、一はどこまでもついていきます。議場下校、帝の上に正義あり。これはたまらないな。マリアめ、もっと早くに広めてくれればいいもの。至りて狂いし、夫婦の雛よ、合わせ定めの旋盤を。くるりくるりと繰り合いて、至るは推しか芋せどり。ただたる世が忍じよ。友よけ、浅井備前の神お市。勝てる、勝てない、勝てる、勝てない。少し歩き疲れたね、長政様。浅井備前の神たる者、弱音を吐くな、一。そうよね、ごめんなさい。一はもっとしっかりしなきゃ。一が全部守ってみせるから。だからいつまでもそばにいてね、長政様。ああ、いつまでも一緒だ、一。フフフ。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。一と姉様と長政様でずっとずっと一緒にいようね。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。